変異株の感染力が強いだけに今抑え込む必要があると。政府は公表などに出されている緊急事態宣言の延長を今夜決定する方針で、政府の分科会もその方針を先ほど了承しました。1都3県の要望の通りですね。それからさらに陽性が判明して今このゴールデンウィーク中の、この皆さんの行動を一人の行動がわーっと集約されてどういう結果になっていくのか、来週からの確認作業が出てくる、それらのことを勘案しますと、まずはこの5月31日までのこの間にですね、抑え込みを続けることが、この後の感染、特に変異株の感染力が強いだけに今抑え込む必要があるということから、また5月31日までといたしましたが、もしいい結果が出ているならばそれよりも前に倒すことも可能だと思いますが、とにかく今はですね、この緩和とかここで緩めるという、前の時もそうだったんですけれども、引き続き皆さんとともにこのコロナ対策をしっかりと取っていく、そういう期間として5月31日という期間を設定をさせていただいたということです。今回 IOC がファイザーとビオンテックからワクチン提供の覚書をということでありますけれども、ワクチン都として現在ワクチンの接種で、政府が定めている、優先順位を踏まえて必要な方が接種できるように関係者と一丸となりまして進めている真っ最中であります。で、一方で今回このような話は、安全で安心な大会に向けてワクチンは極めて有効な手段でありますし、また今回の合意というのはそれに寄与するものかと思います。詳細、確認しつつ IOC、政府組織委員会、JOC、JPC など、関係者ですね、と十分対応して、どのような形で党と相談していくことになろうかと思います。